情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。今日のゲストは自民党参議院議員和田政宗さんです。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日の動画面白かったらぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら拡散ボタンであと Thanks もね、拡散ボタンで拡散してください。よろしくお願いします。今日和田さんにお越しいただいたのは他でもないんですが、今和田さんちょっとネットで旬の人ですよね。まあ、旬の人なのかどうか分かりませんけれども、はい、まあ、いろいろね、和田さんのこと批判されてる方がですね、まあ、言ってる論点もですね、分からなくもない部分も、まあ、私もあるので、まあ、そこも含めてですね、はい、まあ、ちょっと厳しいことになるかもしれませんが、いろいろと和田さんに質問したいなと。はい、もう何でも聞いていただければというふうに思います。はい、で今日ね、ちょっと朝一番ちょっと気になったのはですね、和田さんなんかどなたか訴えられるということで、ツイッターで結構尋常じゃないこと書かれていたんで、はい、あれ、そもそもターゲット誰なのかということをちょっとはっきりさせていただくのと、はい、ね、それからまあちょっと今後、まあ、どういう展開なのかというところも含めてですね、まあ、率直にちょっとお話をいただければと思いますが、はいはい、法的な部分がありますので相手の名前が言及できないというところがあるんですけれども、はい、繰り返しツイッターで上げてきているように、今党の顧問弁護士に相談している件というのはですね、もともと私に対して表と裏でですね、裏っていうか、まあ、水面下ですね、はい、で、脅迫をしてきて、はい、でまあ、弁護士に相談をしたところ、はい、これはもう刑事事件案件だというようなことで、はい、警察に届けた方がいいということで、はい、弁護士のそのような話をもとにですね、はい、警視庁の方に脅迫罪での被害届け、はい、を出してですね、はい、受理をされて、そして捜査が行われているという形 で、 なるほど。で普通国会議員は強い立場だというふうに見られることが多いので、はいはい、まあ、こういった場合その受理されないというようなことが、はい、生じるんですけれども、はい、もう刑事さんはですね、これは受理しますということで、はい、受理して捜査が行われているという形で、はい、ただその人物からのですね、はい、誹謗中傷というものが止まないという状況がありまして、はい、まあ、全く事実と違う内容の拡散ですとか、はいはい、まあ、そういうことに対して、まあ、これをやはり党の方にですね、はい、顧問弁護士の方に相談をしたところですね、はい、まあ、これはもうちょっと整理をしましょうということ で、はい、で整理をしてもらったところ、やはり刑事民事で、名誉毀損で動いた方がいいと、うん、いうようなことで、今具体的に準備を進めているというところですね。まずちょっと確認ですけど、法的なことがあるので、はい、その人の名前は今言えませんと、まあ、これです、はい、分かりました。じゃあ逆にですね、その人には分かるようにね、例えばその、お前これ凶悪に当たるからやめた方がいいぞみたいなことは和田さんはもう直接本人には言われたりしてるんですか？いや、もうこれは脅迫をされたことに対してですね、はい、まあ、脅迫というか、いろいろその人物に対しては初めはですね、はい、こう反論をしてたんですけれども、はい、その丁寧にですね、はい、でそれが脅迫になったので、その時点で、届けたというような形ですね。裏でもってことはメールのやり取りもあったってことですか、その当人と。まあ、ちょっとそこは詳細がこの後の、まあ、裁判とかに関わってくるかもしれないので、はい、ちょっとそこの部分は言えないんですけれども、はい、まあ、私が明らかにしたいのは何かというとね、少なくとも今私じゃないかと思ってる人が何人かいるみたいなんですよ、ネットでね、はい、でその人はもう絶対違いますよっていうようなことが分かるように、当人とのやり取りで例えばこういうメールとかね、SNS でとか、ショートメールでとか、電話で話したよねみたいなことがあれば、あ、私はそういうことしないんで違うなって、多分本人気づくと思うんで、そういうなんかちょこっとだけそういうディテールは出せないですかね。そういう意味で言うと。その手段が言えない。いや、これは脅迫罪が刑事事件になってますので、はい、そこの部分に対してはあれですけれども、はい、まあ、名誉毀損をされて、その刑事まで、手続きまで行くっていうことは発信された方が分かってるんじゃないですかね。ああ、そういうことですか、はい、まあでも勘違いしてる人もいるかもしれないので、まあ、ちょっとそういう人には、はい、いやあなたじゃないですよってことが僕は伝わった方がいいかなと思います。例えばですね、はい、私の発信の中で厳正に対応いたしますという発信についてですね、はい、その脅されてるとかいうふうに言っている方が、はいはい、不当な脅迫、リーガルハラスメントとかですね、はい、そういうことを、まあ、言っている人がいるんですが、はい、私全然厳正に対応するというふうに、まあ、この人物に対してはですね、はい、厳正に対応するというふうに言っていて、はい、でこれは厳正に対応ですね、対処じゃなくて対応ですね、はいはい、で別に厳正な対応っていうのは
例えば質問状を送るだとか、うん、まあ、そういうようなこともあるわけですよ、ね。訴えるぞって意味じゃないということですか。なんだその訴えるっていうことは言ってないんですが、まあ、訴訟をちらつかせる極めて卑怯だとかですね、まあ、まあ、こういうことを言われると、うん、じゃあこれをじゃあ法律的にどう整備するのかっていう段階にはなってきますよね。なるほど。まあ、ただまあ、この人物などのやり取りに対しては私は一民間人としてっていうような形なので、はい、でこれに対してはおそらく、まあ、法律的にその後もいろいろ書かれてますので、はい、これは法律の専門家に整理をしていただいて弁護士などに整理をしていただいて、うん、まあ、民事でやるのか、まあ、どうなのかっていうことを、まあ、質問状を送るというようなことも含めてです。はい。なるほど。はい、なので、全然訴えるとは言ってないわけですけれども。逆に言うと、今回、その、まあ、手続きに入った人物については、もう質問状を送ったんですか、すでに。それは質問状のやり取りは、今回、その、対象になってる方の人物ですよ。刑事、民事でやるっていうね、はいはい。対象になってる方の人物には、もうすでに質問状を送ったりっていうようなやり取りはあったっていうことですか。いや、もう、脅迫罪はこれ、被害届を出している状況ですので、ね、で、名誉毀損についてはですね、はい、まあ、この後、党の顧問弁護士が、まあ、対応していくという形になると思いますけれども。はい、まあ、じゃあ、とりあえずちょっと、出せる範囲で言うと、手続きの手のは一人なんですよね、少なくとも。今は。今一人ですよね。はい。で、この後、あんまり誹謗中傷に対応するというふうに言っている方については、はい。はい、訴えるとも何も言っていないんですが、そういう人は別に言ってないですよという話ですね。はい、その後いろいろなことを公表さ、なんていうか投稿されてるので、はい、でそれについてはまあ、法律の専門家弁護士と相談をして、はい、なるほど、まあ、民事においてどういう対応をするか、まあ、訴訟ということは私は言ってませんので、はい、顧問状ですとか、はい、まあ、警告書とか、はい、こういったものとかで全然対応する場合もあり得ると思うので、わかります。ですので、まあ、あとあれですよね、その顧問弁護士に頼ってとかっていうことで党から費用が出るんじゃないかみたいなこと言われてますけども、そんな党から費用なんか出ませんので、はい、で、まあ、だから私からすると、まあ、名誉毀損の中でですね、はい、これ裁判費用も自分で持たないといけないですし、はい、これはなかなかこの手間になるっていうようなところは、まあ、当然あるという形ですよね。じゃあ、今、まあ、とりあえずそのちょっと感情抜きに整理すると、まあ、あまりにもひどいのがいたと、はい、もうその普通はこんなことやんないんだけどちょっとあまりひどいなと思って相談したら、これ脅迫罪でも刑事民事やった方がいいよと弁護士言われて一人手続き乗りましたと、はい、とりあえず一人と、はい、で一人乗りましたってツイッターやったら何人もの方が俺じゃねえのかって言ってるんですけど、まあ、はい、基本的には厳正には対処しますけど乗ってんのは一人だけなんで、そうですね、いずれ連絡があるので分かりますってことで、そういうことですね。はい、で、正解は、その、まあ、とりあえずその弁護士が対応するんで、内容証明届いたりなんなりってところで、あ、私だったのねって一人の方が分かるということですか。そうですね。なるほど。はい、そこまでは整理できました。でこれ、ですので、いろいろなことが、人が、なんていうか、その、国会議員としての権力を振りかざしてるとかって言うんですけれども、はい、別に、これは、だって、誹謗中傷事実に基づかないものを受ければですね、はい、それは法律にのっとって対応するので、うん、別に国会議員だからどうかとかっていうのは、うん、関係ないというふうに思いますし、うん、別にその刑事事件でも国会議員がその刑事告訴をしたとしても、うん、そんなの別に国会議員だから受理するとかっていうことではないので、うん、我が国の法令というのはですね、はいはいはい、で内容を見てでこれは該当しますねっていうようなことですので、そうですね、だからもう逆にそのなんか脅してるとかっていう人は別にその名誉毀損をしてなければ全然その法的な措置には進ん、はい、もし訴訟になっても名誉毀損してないっていうことであればその方は勝つわけですから、一言ちょっとみんなが安心する言葉が欲しいんですけど、要はスラップ的に俺の悪口クソリップ言ってるやつ全部訴えるぞってことではないってことですね。そういうことをやろうとしてるわけじゃないですよ。ないというかその、はい、まあ、悪口も侮辱罪になる場合もありますけれども、はい、まあ、基本的にその常念さんが言われた質問のように、はい、今手続きを進め具体的に進めているのはお一人というような形ですね、はいはい、あとはこの後もひどいのがいたらやるかもよって話ね、かなり、はい、誹謗中傷がすごいアカウントもありますの で、はい、でそれについては、はい、
弁護士に今、はい、精査を任せてますけれども、はい、ですのでその法律家がですね、はい、弁護士さんがいやこれはひどいねと、うん、名誉毀損に当たるねというようなことで、はいはい、で私が別にあのこいつは名誉毀損だとか ひどいとかって言って、うん、それで国会議員の権力を使ってやるとかっていうようなことではなく、はい、もう純粋に法律家に入ってもらって、はい、で、アウトのものはアウトということですね、はい、判断をしてもらってこれはやっぱりひどいですということになればですね、はい、まあ、その時に、まあ、どう対応するかっていうことですよね、うん、あのまあ、はい、和田さんといえば街頭演説の時にね暴行を受けるという体験もしてますし沖縄視察行った時も殴られてますよね、はい、であれも全部まあ警察行きましたけど、はい、まあ、それは当然その法律的にどうなんだという問い合わせも含めてということだから、はい、まあ、今回力による暴力じゃないけど言葉の暴力なんで、はい、アウトなもんはアウトってことで対応するという、はい、そういうふうに理解しましたけど、よろしいですか、ね、いや、なので我が国は法治国家ですので、はい、それに基づいて、やはり、その、行動を、全ての国民がしていきますので、なるほど。ですので、その政治家ないし国会議員が、はい、誹謗中傷されて、我慢しろっていうのはですね、はい、これは、あの、私も繰り返し発信してますけれども、はい、美術に基づいた批判であれば、はい、これはもう受け止めないといけないわけですけれども、はいはい、事実に基づかない誹謗中傷ですとか、はい、まあ、嘘の拡散っていうのはですね、はい、これも甘んじて受けろっていうのは、これはとてつもなくおかしいことなんで。そうですね。うん、はい、なるほどね。まあそういう意味で、だから、まあその路上で殴られたりするのと同じような意味で、まあ事実に基づかない嘘というね、はい、暴力でまあやられたら、それは、まあ、法律家に聞いて対応しますよということなんですね。その通りですね。はい、で、はい、私を批判するやつは全部訴えるって意味じゃないよってことをぜひここで、もし、ね、誤解してる人いたらですね、ご理解いただいた方がいいかなと思うんで。はい。あの、すべては、あの、弁護士が、どういうことに当たるかということを、うん、精査をしてということになりますので。はい、まあ、まあ、そういう批判を超えた、まあ、罵詈雑言、誹謗中傷ってのは、まあ、ちょっとやめてねと。いうことですかね。まあ私もよくそういうの受けますけどね。はい。なるほど。わかりました。でね、あと、まあ、この件に関しては、ネット上で、はい、その、事実に基づかない、事実に基づかない拡散っていうのが、はい、どん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 その広がっていて、はい、で、手数が多いとそれが真実のように見えるようなことがありますけれども、決してそんなことではないので、はい、ですので、まあ、これを、まあ、今の状況をですね、うん、まあ、一歩一歩、まあ、ひっくり返していくというか、はい、まあ、真実が何なのかっていうのはどんどん明らかになっていくと思いますので。なるほど。そういうことですね。で、その点で言うとね、はい、まあ、元のその、まあ、原因はですね、例の川口のクルド問題と言われているものですよね。はい、で、その、まあ、和田さんがその、まあ、この問題にね、結構、まあ、はい、関与してですね、はい、ある程度の成果を得たと私は思ってはいるんですが、はい、そうじゃないとまだまだ甘いと、こんな問題山積だと言ってる人たちもいると。で、そんな中、昨日、はい、まあ、産経新聞がね、あ、昨日か一昨日かな、川口のクルド団体がトルコ政府からテロ支援認定を受けて資産凍結されたと。はい、ね、はい。やっぱり和田さんが応援してたのはテロリストじゃないかっていうふうな、そういう見方ありますけど、はい、これについてはいかがですか。はい、まあ、私がその、このトルコから指定をされた人物と一緒に写真を撮っているのが、はい、まあ、拡散をされてるんですが、はい、まあ、これ訪問者がいれば、はい、苦情が、変じゃなければ、はい、まあ、時間があればお会いすることもありますし、そうですね、はい、外国人問題については、はい、例えばそのベトナム人、はい、スリランカ人ですとか、はい、あとは、はい、ネパール人ですとか、はい、まあ、クルド人ですね。はい、で、やはり外国人犯罪が増えてはいけないので、はい、そういう人に対して、はい、まあ、ヒアリングというか、はい、まあ、聞き取りというか、はい、まあ、そういうことをする中で、はい、来られたという方であったというふうに思うんですけれども、どはい、東京外国語大学の講師の名刺も持っていらっしゃいましたので、はいはい、まあ、何かこう素性が怪しい人物ではないというようなもとですね、はい、まあ、お会いをしたというところでありますけれども、実際にこの人はテロリストなんですか、テロリストじゃないんですか、どっちなんですか。いや、まあ、ですので私が今日 SNS にも上げてますが、はい、政府の方に聞きましたら公安調査庁の方から、はい、回答も来まして、まあ、法務省全体にも確認をいたしましたけれども、はい、ある国が日本在住者をテロ組織関係者と認定したことをもって、はい、当該人物をテロ組織関係者と認定する制度は、はい、我が国にはないと承知しているというような回答もあって、はい、で、
トルコがですね、はい、その PKK に関係するテロ支援者ということで、はい、2団体6人ですか、はい、指定をしてるんですけれども、はい、この6人たちは、はい、今までも日本においてテロリストとはされてないですし、はいはい、トルコの認定以後もまあされてないという状況ですね。日本は我が国は法治国家ですので、はいはい、本当にテロリストであれば、はい、それはもう摘発をいたしますので、うん、なるほど。で、あれですよ、その、ネット上で、その、はい、いわゆる、この人たちは PKK だみたいなことで言ってるんですが、はいはい、私は別に PKK か PKK じゃないのかは存じ上げませんが、この人たちが。はいはい、ただ、PKK に関連した、まあ、だから関連したかしてないか別として、テロリストかテロリストじゃないかって言ったら、はい、テロリスト認定は受けてないわけですよ、我が国で。なるほどね。はい。はい、で、テロリスト自体は、警察庁のホームページにも載ってますけれども、はい、個人について、はい、この人はテロリストで制裁対象だというようなことに載ってますので、そういう人物がいれば当然摘発を受けるというような形で。はいうん、それではないということですね。混合してるのは、はい、PKK という組織が、はい、この警察庁の、まあ、資産凍結、国際的な資産、国際的な、資産凍結対象というようなことの中でですね、はい、記されてるんですが、はい、まあ、だからそれであるなら PKK は、まあ、テロ組織なんだというふうに私は思いますが、はいはい、別にその人物が PKK なのか PKK じゃないのかとか、テロリストなのかとかっていうのは、うん、これは日本の法令に基づいてテロリストであれば摘発をするという形ですので、はい、現在においても摘発がされていないということは、はい、まあ、現時点においてはテロリストではないということですよ、ね、うん、なるほど。はい、今回そのテロリスト認定したトルコ政府自体がですね、はい、ちょっとその反対派をみんなテロ認定しているような雑なところがあるっていうのは指摘もあるんですけど、その辺はどうなんですか。はい、それはどういう人たちを認定しているかということをその客観的に分析をいたしますと、はい、トルコにはクルド人などからなる HDP という国民民主主義党ですかね、はいはい、っていう政党があったんですが、はいはい、この政党が PKK とつながっているというふうにトルコ、はい、政府側が言っていて、エルドアン政権側が言っていて、はいはい、で、トルコ検察が解散命令みたいなものをその出すというような中でですね、はい、まあ、HDP はそれは不当だというふうに言っていたんですが、うん、はい、まあ、それに対して、政党が維持できないというようなことでですね、はい、政党を解散をして緑の党と合流するということが8月に表明されてて、はい、でその後のちょっと国内状況は調べてないんですけれども、うん、なるほど、まあ、そういうような状況というものがあるっていうようなことですね。なるほどね。まあ、HDP の、はい、ですので、いろいろ、私も元ジャーナリストですので調べましたところ、はい、この2団体6人の中には、はい、HDP を支援する、はい、在外投票をトルコはできますので、はい、ですので、それを日本国内で支援する活動をしていた人物が含まれるというような感じですので、ね、はい、で今回世界各地でそのテロ支援者だというふうに、はい、トルコが認定した中にもですね、はい、HDP の関係者がいるということは言われてますので、うん、まあ、ですので、まあ、そういうような状況というのがあるってことですね。あ、まあ、俺に反対するやつはみんなテロリストみたいなね、まあ、そういうのはちょっとあんま良くないですよね、エルドアンさんね、さすがに。まあそうですね、まあ、だからそのこういうものっていうのはその国の意思というもの、その党、うん、その政権の意思というものがあるのでというのは、はい、あれですよね。中国はウイグル人のことをテロリストだというふうに言っているので、はいはい、じゃあその人たちは、日本に、正規に滞在している方がテロリストなのかといったら、はい、そんなものは日本は法令に基づいて認定はしてないわけだって。そうですね。はい。はい。なるほど。まあ、ただトルコの言い分というのはですね、本当に、なんというか、はい、まあ、むちゃくちゃなところがありまして、はい、だってハマスは、はい、テロ組織じゃない自由の戦士だって言って、そうですね、イスラエルもテロ国家だって言って、はい、でトルコはですよ、はい、エルドアン大統領も全面支援してますけれども、はい、ハマスの母体である、はい、ムスリム同胞団、はい、これも国際的なテロ組織ですけれども、はい、全面的に支援してますので、はい、テロを支援している国家がですね、はい、
テロ認この人定。物はテロリストだって言って、で、それはその、本当にテロを起こしたとかですね。はい。まあ、テロ支援関係者ってことですかね。はい。で、言っているわけですけれども、ただそれは他の各国からすると、はい。そのテロリスト認定された人物がいたとしても、はい。各国の法令に基づいて、まはい。た調査や捜査によって、本当にテロリストなのかっていうことになりますんで、そうですね。まあ、それにおいてですね、はい。どうなるかっていうようなこそうとでだすと思ね。まあ今、ロシアだって戦争反対するやつみんなテロリストってことでね、牢屋ぶち込んでるわけですけいど、ます。そういう人が日本に逃げてきて、こいつ犯罪者だから引き渡すって渡すわけないですよね、日本がね。まあ、日本の法令、まあ、これは国際法、国内法、はい。また、さまざまな国連決議等に基づいてはい。やりますよそうね。ですね。今、和田さん大変重要なことをおっしゃったと思うんですけど、エルドアン政権は、ハマスを自由の戦士だと呼び、その母体であるムスリム同胞団全力支援してる、そういう政権なんですね。で、イスラエルをテロ国家と呼んでると。そうなんです。で、この間のハマスの襲撃も、あれはテロじゃないっていう立場なんですね、トルコは。そうです、そうです。ですね。で、その人たちが、テロ認定だってことで、全世界にいる元 HDP の支持者、そのクルド人を片っ端からテロリストだってやって、その、まあ、流れが今日本にも来ちゃったと。その通りです。ということですね。で、その人と和田さんが写真を撮ったから、和田はテロの仲間だっていうのは、それはさすがにちょっと飛躍してますね。うん、ディテールをちゃんと追えばですけど。ええ。ただそんなクルド問題とか日本人明記詳さしれくないでするからというね。ふうな法律の整理がなされるんではないかなと思ってますが。なるほどね。それからあとなんでエルドアン政権はね、ハマスはね、テロ組織じゃないみたいなね、そういうこと言うんですか？向こうさんなんですか？そういう意味で言うと。まあ、これは国内、まあ、もともとそういうようなところがあるというような状況もありますけれども、はい。国内の経済が今もういろいろな指標を見てもらえれば、ボロボロで為替もす。そうですけれども、はい。極めて、トルコ国内の経済がひどい状況はい。ですので、はい。やはり外に目を向けさせるっていう、まあ、どっかの国がやるようなですああ、ね、スケープゴーまあ、トそう的いうな。ことをですね、まあ、やあるというような形であるんだろうというふうに思ってます。で、あ。ああ、これ、なエるルほドアど。ン政権についても、はい。しっかり分析をしないとならないのは、はい。エルドアンが就任した当初というのは、こういうような状況ではなかったそうですよね。いや、っていうか、安倍さんとも仲良くて結構まともな人だったと思いますよ。で、経済が悪くなってきて、また、最近のいろいろな情勢も、ある中で、なんか、このような、ことをやっているというような形で。そういうことなんで、ですこれ、トね。ルコはですね、まあ、フランス議会において、フランス国会においてですね、報告書が上がったという報道がありますけれども、それはどういう報道かというと、フランス国内の、クルド人やアルメニア人に対してスパイ活動を行っているとトルコが。というようなことが上がっていてですね。まあ、これもその各地の私の友人のジャーナリストなどに聞くとですね。まあ、例えば米国で同様のことが行われていたりだとか。ですので、それが日本で行われていないというようなことは、まあ、決して言えないわけでありまなすのるほで。ど。それはあれですね、チャイナの秘密の警察署が世界各国にあって、在外チャイニーズを監視してるっていうので問題になりましたよね。あれと全く同じことをトルコがやってるっていうことなんですか？端そう的ですに。ね。日本においてやっているかどうかという、まだ確実な証拠までは言ってないですけれどフランも、スではやってたと。各国でやってるという蓋然性、というものはですね、あるということですね。なるほどね。あともう一個ね、ちょっと具体的な話ですけど、日本が強制送還しようとしたクルド人に対してね、そのエルドアン政権のトルコ政府が、パスポートを発行せずに妨害したっていう話が、まあちょっと聞こえてきたんですけど、これ本当ですか？これは私は確認取っておりませんが、2018年あたり、2019年あたりですまだか安倍ね。政権の頃ですね。報道でもだいぶ騒がれましたけれども、あ、そうなんですね。まあ、ですので、クルド人を私は守ろうとしているわけではなくて、で、これまで違法な行為をしているクルド人だとか、不法滞在のクルド人については、警察や入管に情報を提供して、で、これひどいから摘発すべきじゃないかっていうことでずっとやってきたわけでそうです。すね。で、それに対して、なんか攻撃が始まったので、初めはそのクルド人たちの騒ぎをこう抑えるのを私がやってるので、それを自分がもっとやってるんだっていうことで主導権を取りたいということでやってるのかなというふうに思っていたら、で、いろいろ反論もしてたんですけれども、
どうもなんかそうではない。うなんか私に収められてしまったら困るんじゃないかみたいな、そういうような状況というのが、ええ。垣間見えてるので、なんかそれ、あ誰れなでんだすこね。れはっていう状況ですよね。どっかの反基地活動家みたいなもんで、基地問題終わっちゃったら困るみたいな話ですか？ まあ、それに私は近いんじゃないかなというふうに思ってますああ、けれなどるほども。ね。あとはね、ちょっとまあ、その論点ちょっと変わるんですけど、まあ、こういう話で、まあ、大体わかりました。そのトルコの国内事情っていうのが、まあ、あって、で、そのテロリスト認定も、まあ、かなりちょっと、エルドアン政権のテロリスト認定、眉唾だなっていうのがよく分かったんですが、まあ、それはそれとしてですよ。現実に川口の人困ってるわけでね、いわゆるその不良クルド人とかね、あとはその不法化石災トラックとかね、まあ、こういう問題がまだあるっていうふうに告発してる方いらっしゃるんですけど、これではもうなくなっていくんですか、この後。なくなる方向に今収束してるんですか。これは私のデータが警察庁における川口周辺のその警察庁があるわけですけれども、その管内の本来摘発数のデータが上がってますが、おととしに比べて去年は減っていて、で今年上期で上期で上がっているところはあるんですが、これはその7月に病院前でそのクルあ、そうドです人ね。の3団体が、大きまあ、な。決闘、あ、病院というか、川口市内で決闘みたいになって、そこでその殺人未遂、刃物を出して殺人未遂みたいになった人物が、人物たちがその運ばれた病院にですね、クルド人が退去として、その3団体っていうか、3グループが押しかけて、相談状態になったりしたので、私がその、かなりですね、警察庁の尻を叩いて、これも本来はクルド人トラブルだとか、犯罪を起こしているということに対しては、これ、地方の議員が動かないといけないし、埼玉県警をはじめとする、まあ、所轄署も含めて、そこも対応しないといけないわけですよね。ただ、私はそういう案件があるということを持ち込まれたら、それに対して、これ摘発しないとまずいぞっていうことで警察にも言ってますし、まあ、警察庁経由で埼玉県警に、まあ、そういうの行くんだと、行ってたんだと思いますけれども、実際に逮捕事案もありますので。で、まあ、そういうことなんですけれども、さすがに、決闘みたいな感じで、それが3グループとかになりますと、私も寄稿してますが、これマフィア化する可能そう性であるのすで、よね。危ないですそうよすね。ると、国としての治安のことになるので、なので、警察庁を動かして、で、いわゆる、摘発を上げろっていうようなことで、これは川口市のホームページに確か上がってたと思いますけれども、自転車窃盗の摘発案件がかなり増えてるんですね、摘発案件として。で、まあ、これはその、これだけ上がるんだったら元からやってほしいんですけれども、まあ、ですので、まあ、そういう、例えばその殺人とかの重大犯罪が増えてるとか、何かその、騒乱状態になってるとか、で、そういうような件数が増えてるっていうことではないんで、このトラブルがあり、その犯罪、これは自転車窃盗であってもこれ犯罪ですから、まあ、だからそういうものが存在、依然として継続しているっていうことは、私も認識はしてますので、ですので、まあ、これはもう、やはり根絶に向けてですね、まあ、しっかり頑張っていかなくてはならないというふうに思うんですけれども。まあ、その警備の犯罪の取り締まり増えたってことは、取り締まりやってるって証拠になりますからそのね。通りです。そういうことですね。で、その埼玉県警が直接埼玉県警直属の、パトカー部隊が入っていって対応してますし、あとはもう見える形での、巡回をやるということで、相当埼玉県警も頑張ってくれてるので。ただその騒乱状態のね、そのまあ組同士の争いみたいになった時に、殺人未遂やった人がなんか不起訴になったかなんかでしたっけ？これはですので、まあ、あ私れも問詳題しでくすはよ調べね。ておりませんが、警察はその摘発をしたわけですよね。まあ、検察の方でそういうふうにしたっていうことなので、これはまあ検察が、私が聞いても検察は言わないですから、検察が自らその説明をするっていうことだと思いますし、まあ、これ結局その3グループの状況などをですね、いろいろ調べますと、まあ、女性のこととお金のことで、揉めたまあ、と。喧嘩したっていうような形なので。まあ、日本は法治国家ですから、裁判で喧嘩してほしいですよね、もしやるならそうね。ですね。ですので、まあ、そのあたりがどういうふうに検察が判断したのかっていうことだと思いますけどあともう一点ですけど、こういう殺人未遂みたいなのやった人っていうのは、在留許可取り消しにはならないんですか？これは基本的にですので、その不起訴ですかね、これは起訴猶予ですよね。あ、そうか。まあ、有罪じゃないからセーフってことなのか。簡単に、
要件が、はい、あって、こういう刑、はい、が言い渡されたら、それ以上のものはもう即座に返ってもらう、はい、なるほど、そうか、形ですね。ああ、有罪にはなってないので、はい、まあ、政府ということなんですかね。だと、はい、ジョネさん、はい、いろいろデータに基づいた話をしないといけないので、はい、在留外国人の数も調べたんですね。はい、で、私が埼玉県で、はい、まあ、クルド人は、まあ、はい、多くても、まあ、2000人だろうと。はい、いうようなことで、はい、まあ、川口か、川口周辺でっていうようなことで言ったんですが、はいはいはい、これも、数字がありまして、はい、で、なんかもう3000人も4000人もいるっていうふうに言っている人がいて、それでわざわざ実態を知らないとかって言ってるんですが、はい、そんなことはなくて、はい、埼玉県内の在留外国人数が、はい、トルコが総数が1903人なんですね。あ、埼玉県全体で1903人。そうです。はい。で、我が国全体で、はい、で、これは正規在留、はい、ですね。はい、まあ、何らかしらの在留資格があって、はい、来ているというような人物たちですけれども、はい、日本全体で、まあ、これが埼玉全体で1903人、まあ、トルコ国籍のトルコ人もいますので、はい、クルド人だけではないと思うんですが、なるほど。ただ不法滞在にあたるカリフォーメン社っていうのが、はい、トルコが日本全国で650人なんですね。なるほど。で、ですので、これを650人が全員、埼玉にいたとしても、はい、まあ、トルコ国籍で2500人ぐらい。うん、まあ、当然、トルコ人、トルコ国籍であると、トルコ人もクルド人も区別つかないので、そうですね。はい。はい、まあ、全員がクルド人であっても、まあ、2500人弱ですか。まあ、多分半分ぐらいだと思いますよ。せいぜい、多くても。人口的にはクルド人は少ないんですよね。はい、私の言っている数字も根拠があるんですけれども、まあ、これもなんか根拠がないとかって言ったりですとか、最近最近というか昨日から私がなんか自分のポストを削除してるかなり始めたようですなって。削除しないでくださいよ、和田さん。いや、これ削除なんか、かなりの削除もしてないですし、ちょっと削除をして再アップしたのは、はい、イスラエル大使とのやりとりが、はい、中身がちょっと詳細すぎたので、ああ、それがやばいな。やはり、ちょっとそこまでの詳細は、書けませんよと。あげない方がいいかなっていうことで、まあ、まあ、あげ直したというような形ですけれども。トルコの件じゃなくて、イスラエルの件でやったと。はい。自分では削除してないので、はい、何らかしらの原因で、その消えてるのかわかんないんですけれども、はい、まあ、こういうようなことですよね。なるほどね。あとね、もう一個、はい、これはちょっと調べないといけないんですけれども、はい、日本国内でそのクルド人の団体が、はい、集めたお金が、はい、その PKK で渡ってるというんですが、はいはい、これ私の認識だと HDP に寄付をした、はい、ものであったということを聞いているの でこれはその調べないといけないですけれども、うん、でHDP イコール PKK みたいなことを言ってるのはトルコのエルドアン政権なので。はい、はい。なるほど、ね。なので、ただ HDP はその政党として存在をしていたわけで。はい。で、まあ、HDP の国会議員の中でもなんか、逮捕者が出てるとかって言うんですけれども、はい、まあ、これはいわゆるトルコの国内政策の中で、まあ、トルコがやっていることであって、はい。で、それが本当にテロ組織に資金として言ってるのであれば、それは大変なことですけれども、はい、これ決めつけの根拠は何なのかって、いわゆるそのエルドアン政権がそういうふうに言ってるから、うん、テロ資金流れてるっていうことは、はいはい、私はそれはかなり、そうですね。それだけ、一点だけで言うのはどうなんだろうというふうには思いますけどね。うん、まあ、エルドアン政権はちょっとかなり怪しいところがあるので、はい、そこは割り切ってみないといけないし、はい、エルドアン政権の、はい、まあ、なんていうんですか、言うことを鵜呑みにしてはいけないっていうことですよね。簡単に言うと。はい、まあ、実際その経済が苦境に陥ってね。で、はい、それのまあ、犯人探しというか、スケープゴートみたいな感じでね、はい、野党とかがなってるっていうのは現実があるっていうのは、これはまあ、皆さん知ってることだと思うんで。あともう一点ちょっとね、和田さんに質問なんですけど、準難民の制度ね。はい、あれによって、その不良クルド人が居座り続けるんじゃないかと懸念されてる方はすごく多いと思うんですけれども、はい、準難民の制度、ちょっともう一回ちゃんと説明していただいてもいいですか。そうですね。はい。まあ、これは私が進めたわけではなくて、政府が、はい、そうしたいっていうことで、はい、いわゆる政府提出、内閣提出の法案で出してきて、はい、まあ、その中で、まあ、準難民という制度が入ってるわけですけれども、はい、
これ今年行われた入管法の改正の一環でして、はい。今までは無はい。制限に難民申請ができたはい。というようなは状況を改善するというので、い。まずは3回までということで、私はもっと絞った方がいいと思いますけれども、はい。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 なので、ちょっともう2回同じことを言ってたら返せっていうようなことで、今、私もいろいろ動いてますけれども、で、まあ、3回までというような中で、あと、難民申請が今までその膨大にもう繰り返し繰り返し行われるっていうような状況の中で、例えば、ウイグルの人のように、もう明らかにこの方難民になるだろうとか、こういうようもうな戻っ方たらも徹底100%迫害的さに、れるって分かってますよね、ウイグル人なんてね。難民認定されないまま宙ぶらりになっちゃってたりして、はい。で、これをいわゆる難民認定に最終的になるにしても、はい。まず準難民ということはで、い。補完的保護対象者かといなうるこほとど。で、保護をするというようなことであって、はい。で、これ不法滞在狙いの人間が準難民にはなりませんので、まあ、基なん本、か想定してたのはウイグル人のケースを想定して作ったような制ウ度っイてグル考え人てるんもですそうか？ですし、クルド人の中にも、エルドアン政権によって、民間人なのに HDP の支援をやったことによって、お前テロ逮リスト捕、みたいになってる人人いるんでからすか？逮捕するのっていう逮捕リストに載せられたりする人がいるわけですよね。なるほさどすね。がにそれは、根拠があれば、当然そう、当然というか、テロリストというか、まあ、捕まっちゃうような人ですよね。国内の法令にのっとって、犯罪行為に当たるということであれば、当然、これは摘発するわけですけれども、まあ、政治的そうでなは理な由いでっといてうことふうでにすなったね。ときに、これはやはりその準難民などによって保護をして、これはもう、どの国もそうですよね。独裁政権だとか、覇権的な政権によって、全然普通に活動してるのに、お前は政治犯だから帰ってきたら逮捕するとか、お前はテロリストだみたいな感じで言われた場合に、で、日本にそれで保護してくれという難民申請が行われたときに、これはもう厳密にいろいろなものを分析をして、日本国政府として、日本国政府の難民認定ってのは極めて限定的厳でしすいですから、よね。そうですね。で、私はしっかりした制度だと思うので、その中での準難民という枠組みですので、これは、まあ、例えばウクライナの避難民の方々とかも当てはまるんですけれども、不法滞在狙いの人が、いわゆる難民申請をしたから認められる、準難民として認められるっていうのは、これはないこ2と回でアウす。トで3回目ダメだったら準難民行っちゃえっていうのはできませんと。できま本当にせできん。ないんですね、これは。理由がない人はできないと。例えばそのリストに載ってるとか、日本が当然向こう側の政府に紹介しますけど、もちろん捕まえますよみたいなやり取りあって、初めて OK ということなんですね。なるほどね。わかります。この問題、いろいろちょっと複雑な法律とかもね、絡んでるんで、いろいろ大変だと思うんですけど、ちょっと誤解はね、やっぱり解いていかなきゃいけないなと思ってね、この動画をちょっと今日はぜひといあうりこがととうごで、ざいます。やらせていただきました。今後もですね、和田さんね、本当にその、自由で開かれたインド太平洋というね、安倍さんの価値観外交を守っていただきたいと思うんで、日本が権威主義国家みたいになってしまったらね、これダメですから、やっぱり日本は何国家です日本がか？権威主義国家みたいにね、なっちゃったらダメですから、ちゃんと法治国家として、やっぱしっかりやると。いうことでね、今回の、クルドの問題についてもですね、法律によって厳正に対処していただきたいなと。最後一言言いますと、外国の工作活動があるのであれば、これはもうしっかりと対応しないといけないという状況であると思います。これは中国の台湾侵略などを考えたときにですね、同じような宣伝工作が使われるような可能性があると思っていて、で、警察庁における、外事警察と言われる外事情報部であるとか、公安調査庁は極めて優秀なので、我が国において工作活動が行われているのであればですね、それはしっかりと摘発していくという形になるので、これも後々いろいろ明らかになってくるんだというふうに思います。そうですね。何の気なしに炎上に参加することが外国エージェントの手先になる可能性もあるので、十分に皆さん気をつけていただきたいなというふうに思っております。ということで、和田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日内容面白かったら、ぜひね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想などを書いていただきまして、内容気に入ったらね、和田さんのメルマがありますから、有料メルマが。
ね、真相はこうだって素晴らしいメルマがあるので、URL 下につけときますので、ぜひね、ご購読いただけると嬉しいなというふうに思っております。ということで今日本当に最後までありがとうございました。ありがとうございました。ガオー。